冷蔵庫、洗濯機の処分完全マニュアル、できるだけ簡単に、お得に処分する7つの方法を紹介します。冷蔵庫や洗濯機は処分方法が他のものとは異なります。この動画では、時間とお金の節約をポイントにして、処分方法を紹介していきますね。処分の前に知っておきたい大前提として、冷蔵庫や洗濯機は、リサイクル法対象の家電だということです。対象家電は他に、エアコン、テレビ、衣類乾燥機などがあり、これらは粗大ゴミとして出すことができず、指定業者などに引き取りをしてもらう必要があります。通常、テーブルや椅子などの大型の家具、生活家電などは粗大ゴミに出すことができますが、対象家電に関してはそれができず、リサイクル法にのっとって特別な処分が必要になるということですね。また処分料金とは別に、リサイクル料金もかかってきます。なぜ、この家電リサイクル法があるかというと、環境を守るためです。エアコンや冷蔵庫にはフロンガスという環境に優しくないガスが使われていたり、無許可の回収業者に頼むことで不法投棄につながる場合もあります。それらを防ぎ正しくリサイクルための法律ですね。近年では、違法業者による高額な回収料金の請求などもありますので、許可のある業者に頼むようにしましょう。この法律を踏まえた上で、7つの処分方法のうち、費用がかからない処分方法から紹介します。まずは、知人、友人に譲る、新品購入時の引き取り、リサイクルショップの買取の3つです。1つ目、知人、友人に譲る、これに関しては皆さん思い浮かびやすいかと思います。費用はかかりませんし、有効活用できてエコです。1つだけ大きなネックがあり、運搬が大変なこと。そもそも冷蔵庫や洗濯機は運べないので処分に困るわけですからね。2つ目、新品購入時の引き取り、これも費用がかかりません。買い替えで無料で持って行ってくれたり、下取りで値引きしてくれることもあります。運搬の手間もかからずお任せなので、ぜひ利用したいですね。3つ目がリサイクルショップの買い取りです。こちらも回収サービスがありますが、持ち込みのみ受付という場合もあります。せっかく持ち込んでも、値段がつかない場合も、もちろん新しいものであれば、高価買い取りしてもらえますのでまとまった金額になる可能性もあり、一長一短と言えそうです。以上、無料回収に関しては、新品購入時の引き取りを除いて、お金は節約できますが、時間がかかると言えますね。次に、7つの処分方法のうち、有料処分について解説します。電気店に引き取りしてもらう、指定引き取り場所へ持ち込む、家電リサイクルセンターへ頼む、です。冷蔵庫や洗濯機は電気店で引き取ってもらえます。キックカメラ、小島など、家電用品目を扱っているところであればどこでも大丈夫です。料金相場は1品につきリサイクル料合わせて4000円から1万円となっています。指定引き取り場所へ自分で持ち込むという方法もあります。一般財団法人家電製品協会が行っているサービスで、郵便局で料金を支払い、指定された場所へ持っていきます。持ち込みなので、リサイクル料金のみで処分が可能です。家電リサイクル受付センターでも処分可能です。東京、横浜在住の方限定になりますが、ネット、電話で申し込みできます。回収なので、収集料金が必要で、場合によっては玄関まで運び出しが必要になるとのことです。以上6つをまとめると、知人に譲る、買取、直接持ち込みがお金を節約、電気店引き取り、購入時引き取り、リサイクルセンターが時間を節約できるという感じですね。ちなみに、複数点、また粗大ゴミなどがある場合は、もっとおすすめな方法がありますよ。それが7つ目、不用品回収業者に頼むことです。不用品回収業者のサービスに、トラック積み放題プランというものがあります。回収してもらうものの種類や、点数に関係なく、積載できる分だけ、定額で引き取るというもので、好きな分だけお任せで回収してもらえると人気です。ただし、こちらも冒頭の通り、一般廃棄物の収集許可がある業者に頼む必要がありますので、見分け方など、概要欄をご覧ください。それではまとめです。冷蔵庫、洗濯機処分は、リサイクル法がポイント、対象の品目は正しく処分する、料金相場は1品4000円から1万円、複数ある場合は、不用品回収業者がお得、となります。資源を大切に、適切な処分を心がけましょう。この動画は以上です。ためになったという方は、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。暮らしの困った何でもエコ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 迅速対応真面目な何でも屋さんエコエコで検索。